ハンス・カール・アウグスト・ジモン・フォンオイラー・ケルピンは、ドイツ・アウクスブルク出身のスウェーデンの科学者。1929年に、ノーベル科学賞を受賞した。ミュンヘンで士官の子として生まれ、バッサーブルク出身の祖母に、大きな影響を受けて育った。学校は、アウクスブルク、ミュンヘン、ビュルツブルグ、ウルムを転々としていた。1891年に、 ミュンヘンの美術アカデミーに入学するも1892年には科学に転校し、ベルリンに移って1895年に卒業した。1902年にスウェーデン市民となったが、第一次世界大戦ではドイツ軍の兵士として参戦し、第二次世界大戦でもドイツ側に立っていた。二度の結婚を経験し、九人の子を設けたが、そのうちの一人は後に、 ノーベル生理学、医学賞を得ることとなるウルフスファンテホンオイラーである。ゲッティンゲン大学とストックホルム大学で物理科学に関する研究をした後、1898年に物理科学の講師として教育と活動を行った。また、1906年にはストックホルム大学の一般科学と有機科学の教授となった。 1922年にはドイツ自然科学者アカデミーの会員となり、1929年には大学の生科学及びビタミンの研究所の責任者となった。1929年のノーベル賞は彼の炭水化物のアルコール発酵の研究に対して与えられた。研究の過程で酵素が保因子とアポ酵素からなっていることを発見した。また、物理化学の手法を用いて、 酵素反応を説明することができた。その後の1931年には、ニコチンアミドアでニンジヌクレオチドの構造を解明し、退職後はがん研究を行うなど、生科学に大きな功績を残した。ありがとうございます。